吉田さん、やっぱね、きついっすよ。仕事をしながらね、毎日10時間とか12時間仕事をしながら、で、YouTube の更新でしょ。きついですよ。できないですよ、そんなこと。できないからこそ、それをやったやつだけが浮かび上がるんですよね。だから、私も自分の塾生には勝ち残ってほしいし、生き残ってほしいし、自由な人生を手にしてほしいから、厳しいことも言わなくてはならないと。もうその気持ちわかりますよ。だってね、いいよいいよで言っといて、うまくいくんだったら、みんなうまくいっちゃうんですよ。みんなうまくいったら結局過当競争になってみんなうまくいかないってことになるでしょ、だからね、やっぱね、自分のペースでやるなんていうのはね、もう全然、もう角違いも甚だしいんですよ。成功者のペースでやらないと、少なくとも。で、YouTube っていうところを市場に選ぶんだったら、もう強敵がいるぞってことなんですよね。俺がいるのにその程度しかやんないの？俺と競争して勝てるの？っていう形ですよね。そのぐらいの、ことをね、言ってもいいぐらい、ちょっと勘違いちゃんばかりなんだと思うんですよ。トレードの世界でも同じですけども、どんなに頑張ってやろうとも、そのトレードで勝っている俺がいるんだよ、みたいなね。だからそれこそね、私とタイマンを張って五分でいけるぐらい、勝てるぐらいの勢いはいるでしょうね。その辺の意識をもっともっと埋め込んでいかないといけないし、だからね、弟子なんでしょうね。私から見ると。お客さんっていう風なことではなくて、私は弟子だと思ってるんですよ。だから弟子だから、先人の谷に突き落として、そして這い上がってくるやつに、さらに、厳しい仕打ちをして、成長して強くなっていくことを望む。それが私のプレゼントだと思うんですよね。ただ、速稼塾っていうのはある意味ね、その速稼塾に入るっていうのが目的の人もいるんですよ。そういう方に対しては、同じファミリー感を感じていただいて、厳しくもなくね、ぬる眉というかね、なんかそのコミュニティっていうものを楽しんでいただくってことはあります。もちろん先ほどちょっとね口出ちゃったんですけども、ぬるいと思いますよ、ビジネス的には。でも幸せを感じれてるんだったら、私は無理にビジネスで成功しましょうというふうにたきつける時期でもないかなと思うんですよ。もちろん求めていくんだったら、求めるんだったらがっつり行こうぜみたいな感じになりますよね。ですんで、速稼塾ってものは30年ローンもやってますけども、たまにですね、そういうスタンスで、前回も FX の基礎講座を設けましたし、今回は中級編を設けました。厳しく身につけたい方はプラスアルファで費用を払って、プラスアルファで時間を割いて私の懐に飛び込んでこいってことですよね。で、 YouTube の基礎講座ももうありますからね。FX がついつい人気だったんで、この YouTube の基礎講座をね、リリースする瞬間を失っちゃったんですけども、今月の末ぐらいには YouTube の基礎講座ちょっとリリースしようかなと思ってますね。YouTube で実績を出してる私がですね、 YouTube の基礎講座やってもいいでしょうって話ですよね。そんな感じですか。でも、いってらっしゃい。とにかくやりましょう。